やったぜ、これからよろしくな。おう、古着屋があるぜ。あのジャケットかっこいいな。足立さん、アメカジとか好きそうだな。俺ら世代はアメリカ映画とかにもろに影響を受けてるからな。昔、戦闘機のパイロットが主人公の映画が流行ってな。同じジャケット着て、サントラを聴きながら空港行ったりしたぜ。懐かしいな。あの頃は若かった。いい趣味してんな。そのジャケットは今どうなったんだい？太って入らなくなっちまったよ。あの頃は細かった。そっか。よっしゃ、深く知れた気がするぜ。っていうか、民度の低そうな場所だな。おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、病たちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。病たちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫？トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな。だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀市のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人なもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは、何か知ってることがありゃ病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな。分かった。まだ飲めるぜ。いらっしゃい。どうも。ちょっと聞きたいことがあるんです。いいですか？客じゃないってことかい。すいません、俺です。富澤か。よく堂々と顔出せたもんだね。また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい。病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるたな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。他人様の島で世間話さえ度胸しとるのを踊れら。えらくしみるな、ハワイで聞くヤクザの広島弁は。日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはね。
そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？桐生さんを返してもらうぜ。あの人はどうだ？なめた口聞きやがってこのアホンダラ。お嬢せえ！死にて。戦闘準備完了。任せといて。やるか。おらんのでやろうぜ。ビビってんのか。せっはっ。動けない。調子がいいぜ。いつでもどうぞ。あれやるぞ。うっしゃー。ほっとしてっと。怪我するぜ。おいおら、ガンガン行くぜ。全力で行くよ。やめろ。ぶちかます。次のステージじゃねえか。威勢が良かったな。口だけだったな、あんた。アホぬかせ。わしはまだまだやれるで。桐生さんがどこにいるか聞かせろ。これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。あの男なら シ, シアタービルぜ。シアタービル知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし、手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。桐生さんがいるとしたらこのビルのどこだ？ああ、それなら多分最上階かな。病の腹心だけが出入りできるフロアだ。俺も数えるくらいしか入ったことがねえ。お前らは病ってのには会ったことがあるんだよな。どういうやつなんだ？杖ってのはもちろんあるんだけどよ、何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだ。ああいう目ん中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな、要注意人物ってわけだ。ああ、それに意外と人望もあるみたいで、手下もかなり気合い入ってるぜ。なるほど、道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと、頼りにしてるぜ。さあ、行くぞ。すぐに準備が過ぎたんだよ。全力で行くよ。これどういうの？やるか？やっ！はっ！はっ！ガンガン行
相手してあげる。ほら来い。おい、もっと楽しませてくれよ。ガツンと行くぜ。ビビってんのか。行くぜ行くぜ。何？来ない。誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。裏切り者が。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ、仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。へっ、よく言ったぜトミー。しゃらくせえ、俺たちの恐ろしさ思い出させてやろう。別にしてやんのかこの野郎。全力で行くよ。決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる。喜んで。ほら来いよ。ぶちかます。私も調子がいいぜ。攻める気だ。はい、手足もかよ。吸収が早いのよね。足が軽いぜ。そのまんまアジトとはな、なかなか洒落てるじゃねえの。とてもお客さんが入れる状態には見えないけど。このフロアは病の連中が好きに使ってるからな、どこで勝ち合うかわからない。気を抜くんじゃねえぞ。オーライ。
動けない。ガンガン行くぜ。光がかりだ。行くぜ行くぜ。よし。俺もやれるぜ。死ねえ俺だ。無理だ。ほら来いよ。もうやれねえ。二人がかりだ。俺もやれるぞ。調子がいいぜ。来ない。私の出番ね。何だと。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。行くか。始めろよ。よし。はあ。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。ぶちかま。はい。待ってくれ。私の出番ね。死ねえ俺だ。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。よし。行くぜ行くぜ。フライヤー。ここまで勘弁してやるよ。また強くなっちまった。調子出てきたな。開けてみるか。やったぜ。調子いいね。地獄に送ってやる。やるのかこの野郎。よし、締めに行くよ。オッケー。踊ってくださる？喜んで。やるか。さっさとかかってくる。うわっ。よし。この調子で勝っていきます。
してやるよ。よし、上昇じできたぜ。私の出番ね。俺もやれるぜ。やっ、はっ、やめろよ。よし、やるぜ。よし、そいつか。はっ、うん、調子乗ってんだね。かかってきやがれ。よし、俺の番だな。あれやるぞ。おおよ、ゴッドステッド、怪我するぜ。ぶちかま、うそ、これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。いけるじゃん。足が。
見てんだよ。頭かち割るぞ、これ。さっさと始めようぜ。私の出番ね。やんのかい。おい、どうした。えっ、うん、セクヤン。コツつかめたんじゃねえか。私の出番ね。おい、やるか。ビビってんのか。よし、やるぜ。いつでも。俺の番だな。いつでもいいぜ。調子乗ってんじゃねえ。いつでもいいぜ。この調子で勝ってほしましょう。ぶっ殺してやるよ。準備はできてるぜ。よし、来いよ。腰の上がりまったく腰もやるぜ。やっ、俺の番だ。俺の番だな。
がってこい。ふざけないで。行くか。踊ってくださる？喜んで！おい、開けてみるか。開いたぜ。気合い入れてこうぜ。開けてみるか。やったぜ。消えてきた。これで本気出せそう。もっといける。これで本気、もっといける。
が湧いてきたぜ。若返った気分だ。こいつは活かせそうだ。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバ、あいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつうバスエ感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。キリュウさんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺がなめられてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。キリュウさんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろう。ヘッ、太田君とかいい教育方針でやってるみてえだな。キリュウの腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。もうもうな、放っておいてな。そうよ、あんなの意地悪だ。すぐ終わるからね。ステスに囲まれてお出迎えか。余裕シャクシャクだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。ほら来いよ。ほら来いよ。よし。
し、覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。あれ、いや俺だ。ほら来いよ。黙らせてやる。そろそろ本気出してよ。おやじ、どうぞ。そうだな、たまには本気出すか。次も予想だ。こういうの桐生に期待してたんだけどな。いつでもどうぞ。俺の番だな。任せといて。はあ、お茶にしましょう。よっと。ありがとうよ。ぶちかま。ガツンと行くぜ。パリッと焼けました。ありがとう。よし、ほら、チャッキリして。さあ行くぜ。全力で行くよ。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。ほら、一杯やりなよ。悪いな。なんとかやっか。うそ。ほら。
上出来だ。楽しいな。黙らせてやる。ぶちかま。くそ、上がらねえ。全力で行くよ。覚悟。お茶にしましょう。よっと。ありがとうよ。ありがとう。吸収が早いのよね。いっぱいやりたい気分だぜ。人生これ成長ってな。大人の渋みが出てきたぜ。もう一遍だけ言うぞ。キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする。なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ。やばい。富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。
入るよ。お客が来た。桐生さん、大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたら桐生さんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたんすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできるや、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心して。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富澤の件にしろ、桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血眼になって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの剣からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。桐生が目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃ、お前らとはこれっきりだ。ああ病、最後に一つ言わせてくれ。ああ。桐生さんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取ったって何の看板にもなりゃしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。お
家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前いたぞ、あのガキだ！捕まえろ！絶対に逃がすな！よせ、おい、よせ。その子に手出すな！もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って、今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ、茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥？桐生さんにとって娘同然の存在です。百億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったか。俺は任せるか。
俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番、あの、茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。大事にしてください。ああ、じゃあまたな、一番。ああ、いや、ちょっと待った。一ついいか？あ、うん。お前、ハワイ来た途端ちーちゃんなんか捕まえやがって。サッちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、じいちゃん。あ、たく。せっかくハワイ来てくれたのに、こんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ、頼んだぜ、ナンバー。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、
き合ってみせるさ。それで何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わったよ、現場100遍は捜査の基本だ。